通知パネルを開く方法をご説明します。ステータスバーの左側に通知アイコンが表示されているときは、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開き、通知を表示させることができます。アプリケーションを削除する方法をご説明します。eDAホームから設定、アプリケーションの順にタップします。次にすべて、削除するアプリケーションの順にタップします。アンインストール、 OK の順にタップします。完了メッセージが表示されたら削除完了です。実行中のアプリを停止する方法をご説明します。本体右下にあるタスクキーをタップします。最近使用したアプリや実行中のアプリが表示されます。アプリの右上に表示される×をタップすると削除されます。これで実行中アプリの停止が完了です。